馬乗りで殴る虐待を認定しました津市の障害者施設三重県稲葉園では先月20日、重度の知的障害がある男性入所者に対し職員が暴行を加える様子が防犯カメラに映い被害者が入所前に住んでいた松阪市が調査を進めていました今日午後、施設を運営する県の外閣団体が会見し男性職員1人が入所者に馬乗りになって 腹などを殴った行為が松坂市に身体的虐待と認定されたと明らかにしました男性職員は聞き取りに興奮している利用者を抑える延長線上で叩いてしまったなどと説明し先月末に退職したということです